本日のメインイベント東洋太平洋フライ級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー東洋太平洋フライ級チャンピオン112パウンド畑中ジム所属中野博史。青コーナー挑戦者東洋太平洋フライ級10位111パウンド4分の1韓国チャン・ウヒ。ジャッジ伊藤孝臣。レフリーはタイのウクリッド・サラサス、そして2人のジャッジ、日本の伊藤孝臣と韓国のキム・ソッコン、この3人の採点で行われます。偶然のバッティングによりレフリーストップとなった場合には、4ラウンドまではたとえ4ラウンド終了の後のインターバルであっても引き分け、そして5ラウンド以降はそのラウンドを含めての採点ということになります。中野博史にとりましてはそこまでやるつもりがあるかどうか分かりません。これが3度目の防衛戦となります。チャンピオンの中野博史、きりと勝って、そして世界の舞台に行きたいんだ、こういうふうに語っておりました中野博史です。仕上げは上々、チャンピオン中野博史、さあ3度目の防衛戦です。第1ラウンドのゴングが鳴りました。3度目の防衛戦に臨みます中野博史。すっきりと勝って、とにかくすっきりと勝って、もう東洋太平洋はこれで終わりにしたいんだと言っていました。渡嘉敷さん、はい、もう本当に自信満々で臨む中野なんですよ。はい、やっぱりこの間倒してるだけにね、手応えがあっただけに、はい、パターンっていうのを読めてきてるかもしれませんよね。前の試合が3ラウンドノックアウト勝ちで、これが1年7ヶ月ぶりのノックアウトだったんですが、ずいぶんと自信になったみたいですね。そうですね、あれかなりリズミカルな感じでね、いいタイミングで当たりましたから、はい、今回の相手もね、右のガードが下がるんで、左のフックはね、はい、もろに当てられると思うんですよ。薬師さん、はい、中野はほとんどビデオは見てないそうですね、相手のチャン・ウヒの。でまずその1ラウンド戦ってみて、その感じで掴みたいと、こういうふうに言ってました。ある意味その自分の、を試すっていうのもあるんでしょうね、はい、見てなくてもその試合が組み立てれるかっていう、はい、さあ、それでも楽な感じで攻めてきますチャン・ウヒ。ただ今日はもうね、格下ですけど、まあ、気を抜かずに、はい、うん、本当にね、オープニングでも言ったように、パンチをもらわずにね、はい、すっきりと勝ってほしいですね、はい。これまでの相手は、まあ、マグラムにしましてもチャンピオンでしたし、はい、それからあとカンピル君もその後に東洋太平洋のライトフライ級のチャンピオンになっておりますので、なかなか強い相手とやっていたわけですね、はいはい。それに対しましてこのチャン・ウヒは韓国のフライ級の1位ではありますが、タイトルを取った経験というのはありません。やった選手がみんなチャンピオンになってるっていう、ね、だから本人としてはここらで俺もチャンピオンになりたいなってところでしょうね。負けた選手、このチャン・ウヒに勝った選手が4人いるんですが、はい、そのうちの2人までは世界チャンピオンになっているということなんですね、うんうん。いいボディが決まりました。左のストレート、今日はこの左のストレートだけではなくて右の返しのフック、これでもっと勝ちたいんだと言っています、うん、ね。ボクシングもそうですけども、まあ、返しのパンチで倒すっていうのはもうそれ以上ないことですからね、はい、一つそれができるようになってワンランクアップすると、うん、富樫さん、そういうふうに言ってもいいですかね。そうですね、はい、それは相手の動きを読み切るということですからね、サウスポーの中野博史、白のトランクス、赤のグローブです。ちょっと相手舐めたところあるみたいで、あ、そうですか、はい、打ち終わってからね、打ち終わった位置にいるんですね中野今でも。この選手だからまだ打ってこないのものの、ここで、はい、今ここです。これですね、あんまり正面立っちゃいけないですよね。そうですね、だから打ち終わったらもう、距離取るなり、もらわない位置に動く、はい、右の方向に動くということをしないと。左のボディ決まりました、はい。まあ、どうしても左のストレート当てたがることによってその正面立ってしまうんですが、うん、おっとオブリーちょっと一発狙いすぎて、もう少しボディに集中させておいた方がいいですね。ボデゴング第1ラウンド終了です。
中野陣営はそれほど長い試合にはしたくないんだということを言っていました。富樫さん、はい、いいボディも決まってましたよね。そうですね、ただ気を抜かないことですよ、やはり相手だって倒す力を持ってますからね。そうですね、もう完全に沈めて自分の両手が上がるまで、はいはい、気を抜かないことですね。薬師寺さん、ちょっと嫌なのはラフな感じで思い切って前に出てきますよね。そうですね、あんまり、すごくこうなんていうのかな、ボクシングのあれには、基本ではないですね。そうですね、はい、ただシステムのパンチというのが怖い。今でストレート中野打つのでも体開いて打ってますから、この選手はもらわなくても、はい、次の選手に、ということを考えたらちょっと怖いですね。できれば相手の外外と回り込んでいって、その時に右フックを打って勝つような、そういう試合。この位置だとね、相手のパンチも入ってくるんですよ。ドスンといいパンチが当たりました。さらにボディーパンチの切れはありますけどね。減量もうまくいきました。いい仕上がりを見せています中野博士。そしてボディちょっと嫌がってますね、またボディ、またボディです。ボディに集中させてほしいですね。ボディ左のボディが効いています。左のボディが効いています。こういう時にやっぱ試したいですね、いろんな攻撃をね。ボディを打った後ワンツー打ってさらに右のフック、そういった攻撃を見てみたいんですが、繋げていきたいですね、それがまた富樫さん、はい、世界につながるようなボクシングということになるわけですね。この試合はやっぱり前哨戦みたいなもんでしょうからね、怖いですね、この位置、この位置怖いですよ。危ない、正面立ってくれ、顔面に当たりました。ちょっとグラッときました。チャンウヒ聞いてますよ。もう慌てなくていいと思いますよ。慌てなくていいと思う。落ち着いています。逆に回ってるんですよね、今でも。はい、今そうですね、怖いですね。内に回って危ないですね、怖い、こういうパンチが怖い。捨て身のパンチというのがあります。チャンウヒの方も一か八かできます。そしてやっぱりその東洋太平洋フライ級10位ですから、パンチ力がないわけではない。足がね、チャンウヒ選手は足ないから、まだいいようなもので、飛び込んで打ってくるときにたまにもらっちゃいますからね、はい、そして時折振るうこのアッパー、薬師寺さん、このアッパーどうですか。まあ、それほど怖くはない。それほど怖くはないですね、右手倒そう倒そうとしてますからね、ちょっと力みが入ると、はい、動きがバレますから、今の右のストレート、この右のストレート正面に立たない限りは、周りが逆なんですよね、周り方がね、どうしてもこういう風に回ってしまいます、挑戦者ね、破れかぶれてきてるからね、怖いですよね。周りとしては面白いですよ、はい、見に来たお客さんとしては、はい、早く決まりそうな感じがありますが、ここでゴング、第2ラウンド終了です。第3ラウンドです。中野としてはもうね、ある程度その余裕あるし、力量もあると思うんですよ、はい、だからもともと試していきたいですよね、いつもこの位置だと、特にこの正面立ってしまって、そして一気に相手の攻勢を受けるということが今までにもよくありました。そうですね、堤トレーナー、それから畑中会長にいつも言われる悪い点を直していくという形で、試していく、はい、それから周りも変えてみるということを、試してみるのが前哨戦という気がしますけどね、はい、左のストレートがまあ一番得意の武器なんですが、ところがこの左のストレートを打つために正面に立ってしまう、はい、練習では外に行きながら、外に回り込みながら、なおかつ左のストレート流れないように打てるようになってきた。今日はですね、ストレートをわざと避けさえといて右フックを当てた方が面白いと思いますよね、はい、あ、そうですか、ストレート当たるんですから、それをわざと避けさせて右フック。今までの防衛戦と違います。これは危ない、これ頑張りました。中野はこういう怖いとこ見せるから、ちょっとヒヤヒヤしますね。怖いですね、はい、それの返し欲しいです、右の返し、返しですね、返し、そうでもここ正面なんですよね、あ、そっちも、ここで先手ですね、先手が欲しいですね、先手が。とにかく右のストレートを食わないようにして、うん、そして外に回り込んでいってパンチを打つ。序盤からしかし攻勢に転じています。序盤から攻勢の中野博士、あとはいつどこで一発が当たるかというところ。塩見さん、はい、中野サイドですがね、堤トレーナーはもっともっと手数を出せと、ジャブがもうちょっと足りないぞということを言ってまして、ね、畑中会長はボディをもっとフェイントにして攻めろという指示が飛んでます、はい、
そうですね、ボディにフェイントをかけるのもいいですね、はい、上下の内分けということでしょうね、はい、それとやっぱりサウスポーの中野にとりましては右の方の手ですね、はい、これ右の方に回って、この位置だともらっちゃうんですよね、どうしても、で相手がラフファイトしてきますから、あ今も離れ際打ってきました、はい、うん、あんまり調子相手に乗せないことですね、あまりクリーンではないんですが、しかし相手にしたらもうこういう風にやるしかないというところ、もうせっかくこの左があるから、次につなげたいんですよね、左ストレートの後あとっていう感じですね、はい、でここで先手を取ってほしいですね、残り30秒切っています、第3ラウンド、うん、とにかく正面に立たないこと、そして相手の外外回り込んでいくこと、ボディは嫌がっています、もっと楽に戦えるはずなんですけどね、はい、早いカウンでのノックアウトあるかどうか、第3ラウンド終了です、第4ラウンドが始まりました、薬師さん、ここまでは圧倒的に中野ペースということですよね、はい、もちろんポイントも取ってますし、試合運びも中野のね、はい、ポイント圧勝で取ってると思うんですけど、まあ畑中会長も堤さんも思ってると思うんですけど、はい、悪い癖が出ちゃってるんですよね、はい、リードしながらも悪い癖が出ちゃってる、ボディ入りました、ボディ入りました ね、 ましたね、嫌がってますね、ちょっと後ずさりしています、チャン・グンヒ、韓国フライ級1位の選手、こういう時にボディに行くと見せかけてフェイント使いたいです ね、はい、もう少しボディ打っといてもいいですよ、相手の正面に立って、そしてその後一気に詰められるという悪い癖があります、これをどうやって解消していくか、塩見さん、はい、その辺はね、堤トレーナーも言ってますね、まっすぐ下がるなと、特に正面に立つなと、でしっかりとしたポイントを取るパンチをしろということを言ってますね、それからあとディフェンスに入った時に余裕を持ってディフェンスをしすぎてしまうという癖もあります、打ち終わった後ですね、だから、はい、打たれてはいないんですが、ちょっと見た目に良くないということがあります、せっかくねさっきのボディが効いてるんですから、もう少し攻めてもいいですね、ボディこのラウンドあたりもそっからフェイントかけて入るとか、ね、いけそうな感じもあります、ダメージ戻っちゃったら意味ないですから、ね、チャウヒがいやいやしてるような感じがありますよね、はい、ここまで嫌がってるということはもう一気にいけそうな感じもあるんですが、今の左ストレートですね、はい、ステパンジにして次をつなげたいですね、ストレートから右フック欲しいですね、はい、次ここで欲しいです、ここで左のボディが当たってそこからの攻撃、今からですね、はい、ここで体勢立て直させてはダメだ、確実に攻めています、左のボディは面白いように当たっています、ただ時折相手の右ストレートを食う、これがちょっと嫌なところ、相手状態でね頭からくるような感じですからね、前の手でさばきたいですね、はい、相手まだファイトありますよ、右ももっと出していきたいという中野宏、あ怖い、ちょっと当たった、ちょっと当たっている、もう舐めちゃいけませんよ、危ない、右のアッパー、この全てはこの立ってる位置がいけないんですよ、自分のパンチも当たりますけど相手のパンチも当たりますからね、はいはい、ちょっとこの回相手のいいパンチを食いました、ただ圧倒的に長野の方が攻めています、相手の選手がワンツースリーまでしかないけど、はい、フォーファイブまであったら怖いですよ、これ当たったら、はい、当たるんだなというふうに勇気を持たせてしまいますんで、右のストレート、相手取るつもりで来てますよ、ベルト、気合入ってますよ、もう長野空港に来た、その時に倒すんだと、長野はそんなに強くない、チャンピオンになって韓国に帰るんだ、こう言っていました、チャンプヒーもうでいいですよ、第4ラウンド終了です、試合は第5ラウンドです、渡嘉敷さん、ちょっと先のラウンド、はい、パンチをもらいまして嫌な感じだったんですかね、そうですね、気を抜くところがあるんでね、本当に勝って両手が上がるまでは気を抜いちゃいけません、はい、はい、まあ3ラウンドまではもう適当にあしらっているという感じもあったんですが、4ラウンドに相手の左のパンチでしたかね、もうね、破れかぶれてきてますから、必ず取って帰ろうっていう執念がすごい見えますね、はい、この看護の選手はですね、はい、最初の時ね、やっぱり歯が立たないのかなと思ったんですけど、時折自分のパンチが当たり出すんで、はい、あれいけるじゃないかっていうふうに思い出すんですよね、思い出してるんですよね、はい、そう思わせると中野の方も徐々にパンチもらってきちゃうから、これ
から今相打ち、うん、さっきボディ効いたんだからあのボディをうまく生かしてほしいですね、はい、塩見さん、はい、中野サイド堤トレーナーはね、まだ余裕がありましてね、そろそろプレッシャーをかけていくかなというようなことを言ってましたね、はい、あの上体振っていきたいですよね、今まっすぐまっすぐ行ってるから上体あの左右に振って上下に振ってやっぱりヒットポイント変えていかないと、時折ねもらってますからね、はい、ただチャングヒもでもほとんど下がってるんですけどね、今なんですよ、今のでボディストレートを、はい、打ちたいですね、うん、頭気をつけた方がいいですよ、バッティング怖いですね、頭でブロックとそんな感じもありますね、今いいペースになってきてますよ、避けきれないんでしょうね、ちゃん、ちゃんと、ああ、飛び上がった、いい感じで立ち上がっています、さあフィニッシュ持っていくのか、ただ時間は十分にある、第5ラウンドボディが入って効いています、これは効いています、これはね、フィニッシュに持っていけるか、ボディも狙った方がいい、ブロッキー寸前、チャンウヒ、いや、焦らないことですね、気持ちありますね、あ、そうですか、はい、粘りますね、行ってきますよ、あ、中野目切りましたね、中野左目切りましたよ、あ、ちょっと左の目の上あたりから血が流れていますが、いやこれはその前のバッティングがあったのかもしれませんが、あ、試合が一旦止まりまして、そしてバッティングでこれ偶然のバッティングで切れたということになるわけですね、そうです、そしてレフリーが見ます、はい、減点はないと思うんですけど、あ、はい、これ相手のダメージが回復してきますね、あ、今もう一気に攻めていけるところだったんですが、逆にね、次の、 あの開始直後から、あの反撃してきますよ、もう第5ラウンド入っておりますんで止まるとここで採点ということになります、まあ、採点は勝ってますけど、まあ圧倒的にここまで勝ってますけれどもね、怪我したくなかったですね、はい、バッティングの場合ね、世界を狙っていく上ではあの怪我もやっぱり敵ですよね、そうですね、次の試合ってことがありますからね、はい、これ相手またね調子づいて出てきますよ、ボディ攻撃ではもう圧倒的に長野ちゃんの方も気が強いですね、もうほとんど時間はありません、第5ラウンド、またチャンウヒが休んだ分出てきた、嫌なとこ切ってるんでしょ、目の中に入るとこ切ってますから、はい、第5ラウンドが終わりました、試合は第6ラウンドです、薬師さん、はい、ちょっとこれ傷ちょっと深そうに見えたんですけどね、あんまりあと引きずりたくないですね、塩見さん、はい、傷の、深さは5ミリで長さ2センチということで、はい、偶然のバッティングということですね、はい、したがってこれ以降出血が激しくなって試合が止まるということになりますとそれまでの採点となりますが、はい、うん、こういう不利なパンチはね、調子づいてきてますよ、徳橋さん、はい、第1ラウンドから今まではほとんど見せなかったようなパンチを打ってきますね、チャンウィヒがやはりね、いけるかもしれないと思ってきてますからね、勇気がいけるかもしれないという気持ちが出てきました、今みたいにバランス悪い選手なんですよ、1回転しちゃうような、はい、だから調子づかせると嫌な感じですね、思い切ってきますからね、はい、もうこれはもう序盤からなんですが、もう捨て身のパンチという感じです、そして、まあ、頭も出てきますんでこのバッティングでもって練り目の上を切ってしまいました、こうやって血がちょっと目に入るかもしれない、はい、あの傷の位置は入りますね、となると遠近感掴みにくいですね、これ、はい、パンチを受けています、大丈夫か、危ない、これは危ない、ーガードしたいですね、中野ね、立ってる位置も悪いからガードしたいですね、攻めて、はい、リードブロス欲しいですね、前の右のパンチですね、はい、まあ、軽くでもいいですか、これ右出しておけばで右に回ってきたら足使えるんですから、相手の右ボディをね打っといて、はい、フェイントかけて右の左のフック、顔面、はい、そのパンチは絶対当たるんですよ、相手右側で下がってますからね、はい、そこをやっぱりよく見てないと、
だからビデオっていうのは見といた方がいいんですよね、うん、本当はね。あのだから中野にしてはもう今日フォアの試合展開だと思います、はい、怖い怖い。あの右フックがね、あの上上がりで打ってますからね、頭の辺しか当たってないんですよ。左は A 打ちになりました。左のボディボディはでもこれじわじわと効いてきますからね、はい、どうしても中野君、左に右に回ってほしいですね、はい、周り近く右ストレートもらえますよ、あの回り方は。どうしてもこれあの練習ではずっと左回ってる、あの右に回っていくんですが、相手の外に外にと回る練習はしているんですが、これやっぱり試合になるとそういう風にならないですか。癖ですね。それとこうなると早く決めたい、そして左のストレートで決めたい、そんな気持ちが出てくると正面に立ってしまうことになるかもしれません。相手も下髪がもうほとんど切れてるぐらいないですね、はい、右フックから左のフックあの返し、したいですね。当たりますよ。もう右のガード全然してませんから相手は、ゴンが鳴りました。第6ラウンドが終わりました。さあ試合は後半です。第7ラウンドに入りました。あのチャンの方の リングシューズ滑るみたいですね。しきりに松屋につけてましたから、はい、いいですよ。今の今いい右が入りました。今の返し欲しいですね、右のね、連打がワンツースリーぐらいまでいくといいんですが、そう今のスリーあれでいいんです、あれでいいんです。ワンツースリーいきました。左のストレート伸びました。左フック右のガードが下がっている。チャンプミキ左のボディまで、左のボディストレートまで、おお伸ばして持ってきます、ね、かなり下に上がります。チャンプミキ、おお正面に立ってはダメ、回り込まないと。思いっきりきますね、チャンプの方はどっつき合いだと強いですね。あテクニック的なことを言うならば、はい、これ全くできてない、できない、もう体重を思い切りかけて前に行くと体当たりみたいな感じで、ね、来ますから思いっきり来てますよね、特にそこで正面立ってしまうと怖いですね、これは、はい、第7ラウンド立ち上がり攻勢をかけていった中野、しかしまた反撃しています。チャンウンヒ、チャンウンヒはあの分かりにくいですね、ちょっとこう弱ってるかなと思うとまた急に反撃に出てきますし、いやでも口開いてますからね、スタミナもほとんど、はい、あれね、カウンター取りたいですね、左フック打ってきたら左フック同じに打つんですよ、顔面開いてますから、あ効いてますよ、はい、効きましたね、効いてます、効いてます、左フック左フック苦しそうな表情、右のガードが完全に下がってます。チャンの、ね、方のセコンドの声が大きくなってきたんですよ、上に上がって、はい、まだいけるぞって言って、まあ、見てますね、この根性は、しかしこの根性は大したもの。チャンピオンもねストレート避けてるんだから、カウンターの左ストレート打てるはず、もういろんな技使わないと、はい、ああもう効いてます、あ今の左フック一緒、接近した時の左フック、まだ残りは30秒、ガード下がってるんですけどね、ガード下がってるんですが、ね、中野左を当てようとしすぎなんですよ、右前のところ前のところ行ってほしいですね、あれも自分の右ですよね、結構もらってますよ、これは効いた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 、ちゃんと効いてますよ、今ストレート、今は右のストレートを食ってしまいました、ほとんど時間はありません、ここで音が鳴りました、第7ラウンド終了です。壮絶な打ち合いになりました。中野宏3度目の防衛戦、東洋太平洋フライ級タイトルマッチ、中野の傷が大きいんですよね、大きく広がってきてるんですよね、もう血も止まらない状態だから、はい、でチャンウヒのがもうスタミナ切れちゃってるんですよ、はい、でももう出すパンチが当たるから、手出しちゃう、手出せば当たるから、いけるんじゃないかと思って、はい、生き返ってきちゃうんですよね、そういう気持ち一つであのガラッと変わってくるわけですね、はい、
塩見さん、はい、畑中チームの堤トレーナーはね、とにかくガードを上げろと、はい、もうその一言に尽きるというのを言ってますね、畑中会長からも気を抜くなと、もうその一言がもう叫びになってます、はい、中野のいいパンチも当たってるはずなんですが、もうね、チャウディのはガード上げる力もないんですよ、ノーガードになってますよね。 あれはあの戦法としてやってるというよりは、はい、ガードを上げるのが苦しいわけですね、力もないんです。したがって中野の方をパンチを出せば当たる状態になっています、はい、ただ富樫さん、はい、時折反撃してくるこのパンチがまた当たるんですね。思い切ってくるあのパンチは怖いですよ、ただノーガードで打ってくるんでカウンターは取りやすいんですけどね、ちょっとしかし両者ともにノーガードの打ち合いっぽくなってますね。こうなったら薬師寺さん、はい、ちょっとこう体勢立て直してきちっとボクシングをするとセコンドからはね、中野はもう前に正面に立つな、顎が覗いているんですが正面に立つな、体を振れ、右に回れって言われてるんですけど、できないんですよ、やっぱり左の目切ってるっていうので見えにくいのもあるし、いつもの癖、練習の癖が出て、はい、左左に回ってしまうんですよね、自分の、ノーガードですよ。何かこう戦いぶりを見ておりますと、チャン・ウィンの余裕を持って戦っているように見えます。見えるんですが、明日のジョーのノーガード戦法みたいな感じですよ。スタミナそんなないんですが、ないんですよ、はい、もう苦しい状態になっていて、本当だったら攻めていきたいところ、しかしあの戦法がなかなかうまくいってますよね。ただこれが本当にノーガード戦法です。本当に血が目に入っていて距離感がつかみにくくなっているということなんでしょう。やりますね、明日のジョーですよ、これは。なかなかそれに、戸惑わされてはダメ、どんどん行かなきゃ、一緒に行っていかなきゃ、どんどん行ってほしい、打っていく打っていく、一発当たったら変わりますよ、ノーガードですから。ここは中野落ち着いていかなければいけません。相手はちょっとこういう態度に余裕なくちゃいけませんね。中野の方も落ち着いて結果を打っていけばパンチは当たります。しかしわけのわからない選手ですね、ほとんど。ただほとんどこの回は攻めようという感じがチャウイヒョウありません。したがって休んでいるようにも見えます。確かにスタミナをね、溜めてるのかもしれません、ここでゴングが鳴りました。第9ラウンドが始まりました。またノーガードですね、このラウンドが始まる前に両手を高々上げましたチャン・ウーヒ。どうだ俺は強いんだろう、そんなようなポーズなんですが、ただし顔はもうかなり打たれていて、もう目も腫れています。したがってまあこれからどれだけ打つ力があるのか、かなり疑問なんですが、ただ薬師さん、中野の方も相当疲れてる。中野もね、もうステップインしなくなっちゃったんですよ、だからパンチが当たらない、で相手のパンチが妙に伸びてくる、で妙にスイッチする、やりにくいんですよ、相手はただ、スタミナ切れてフラフラしてるだけに見えるんですけどね。こういう時にもうちょっとロープに詰めるとかコーナー詰めるとかできないんですか。やっぱり上段振って相手との距離を詰めていきたいんですよね、今まっすぐそのままの状態でいってるから、追い方がねぐる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 回る追い方してるんですよ、このコーナーに詰めていかないといけません。リングの中央じゃダメですよね、詰めていかないと。今なんか詰めていくところなんですが、で左目の傷の、血が入って、もう白く膜張ったように見えるんですよね。ちょっとこうスクリーンがかかったような、そういう状態の中で、これでこのパンチが当たってくるもんですから、中野としても攻め上げてるんですね、中野にとったらもう悪夢のようなこの試合になりました。塩見さん、中野サイドですけどもね、とにかくもう相手も疲れてるんだと、もうガードも上がらないぐらい疲れてるんだから、しっかりと自分のワンツーを当てていけば大丈夫だと堤トレーナー言ってます、はい、だから基本でも行きたいですよね、もうコンビネーションどのこのより基本基本でいけば勝てますよ。もうどんどん行く、もうどんどん行くしかない、あれ、見ちゃダメです、もうどんどん行かないと、このラウンドノーガードなんですから相手は、詰めていきたい、もう相手はほとんど逃げてるだけ、ちょっとこれだけ逃げると注意与えてもいいぐらいかもしれません、でもね、ユリパンチが当たってるんですよ、パンチが当たってるんですよ、あ、ひるんでるぞ、ひるんでるぞ、ひるんでるぞ、さあひるんでるぞ、いけ、今さあ攻め、ストレート出すのか、手出せないと見えないんでしょうか、中野どこに相手がいるのかちょっと見づらかったのか、今も一瞬
完全に棒立ちになりまして相手なかなかやりづらいですよあれは、中野はね、右目が左目が見えない状態ですから左の方に回られたくないんですよね、さあもうね詰めていかなきゃいけませんよ、もう当たったらねもっと手出さないと、もうだんだんとそのパンチを出してくる力もなくなってきました。ジャンウィヒ相手鋭いですね。ボクが鳴りました。第9ラウンド終了です。試合はとうとう第10ラウンド、ジャンウィヒのセコンドなんですけど、ラウンドを重ねるごとにアドバイスをしっかりするようになってきたんですよ。あ、そうですか、はい、最初の頃はそうでもなかったんですよね、あるいはそのセコンドとしてもちょっと難しい相手だろうと、はい、最初は思ったんですけどね、やるにつれて相手調子に乗ってしまってますね、最悪のパターンですね、はい、それはもうあの大中野くんはね、続け技がないんですよ、一発当てて一発当てて終わりですから、はい、ただ第5ラウンドのその偶然のバッティング、そして左目の上をカットしてしまった、距離感を全くなくしてしまった、このあたり苦しいところがあります。チャンピオンの中野博士、ワンツーチャンウヒのワンツー、しかし逆に寄った、倒れました、倒れました、チャンウヒ立ち上がるか、チャンウヒがファイティングポーズしてないですよ、待っているのがやっとファイティングポーズがない、したがってあのままカウンターとしてもよかったんですが、さあいけさあいけさあいけ、中野中野、さあもうあと一押し、あと一押し、あと一押しです、倒れました、ここで止めた、ここで止めました、レフリー止めました、もう反撃する力はチャンムーヒーには残っておりませんでした。苦しい状態から第10ラウンド、テクニカルノックアウト勝ち、中野博士、テクニカルノックアウトでこの第10ラウンド、チャンムーヒーを進めています。中野博士選手です、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、それにしてももう大激闘でした、予想外ですね世界まであとわずか、もう本当に視界の中に入ってるんじゃないですか。そうですね、一生懸命入れようと努力してきたんですけど、またこんな結果でお恥ずかしい限りです。でもまあ自分の中でももうモチベーション的に東洋じゃなくて世界へっていう風に持ってきてたんですけどね、やっぱり今日ちょっとまた一つ勉強しちゃいました。これを次に生かして、はい、絶対もうマイナスにならないように、こういうこの今日の試合の結果もできればもう結果はしょうがないんで、これをまたプラスに勉強し直します。はい、どうもありがとうございました。中野博士選手でした。中野博士が第10ラウンド TKO 勝ち、3度目の防衛を果たしています。徳橋さん、はい、いかがでした。そうですね、今日は挑戦者が一生懸命頑張ったと、はい、それとやっぱり相手のビデオを、ね、はい、見て研究することもやっぱり必要ですから、はいはい、その点ではやっぱりこれから先はね研究をするということです、はい、薬師さんいかがでした。一口で、はい、不合格点です、はい、ジムの会長の、ね、畑中さんのビデオでももう一回見直してください、はい、はい、ありました。ただ勝ったわけですから、はい、これをこの後つなげ